満塁男駒田のここだけ話。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ちょっと壮大なんですけれども、壮大、はい、あの野球界の今未来について何かお考えのことがあれば伺いたいんですけど。未来だから、はい、あのなんかそのなんちゅうの、そう裏付けるものなくてもいいんですよ、はい、あの寝言でも、はい、もう机上の空論でも大丈夫です、ね、こんなだったらいいよな、はい、まあ最初に思ったことは野球界の男女関係、はい、お付き合いするという意味じゃないよ、はい、お付き合いじゃなくて、はい、あの男女、例えばサッカーだと、はい、ね、連盟の中に男子と、まあ、女子がある、はい、柔道も男子も女子がある、はい、バスケットボールも男子も女子、バレーボールも男子と女子、はい、まあ、大体同じこのレベルの中で男女ってあるよね、はい、野球はやっぱり特に野球はちょっとこう女子の方が、はい、になっているような気がするんですよ。子供を産むのはお母さんですよ、はい、ね、でもしかしたら昔だったら子供男の子ができて野球をやらすのはお父さんかもわからないけども、今の時代は子供ができて男の子、まあ、男の子にしても女の子にしても野球をやらせるのはもしかしたらお母さんかもしれない、はい、お母さんが野球の良さとか野球の楽しさとかを、はい、もう独身時代もう自分が子供の時から見てて楽しいからのを知ってるから、はい、息子に野球やらせたいなと思うかもしれない、娘に野球やらせたいなと思うかもしれないです、はい、だからお母さんが野球をやらせる次の世代を育ててくれるんだから、はい、野球の楽しさをより伝えるためには、はい、野球界の男女の格差があっちゃいけないと思うんですよ、はい、ね、だからもうちょっと女子の方に力を、はい、もう NPB も含めて高野連も含めて、はい、みんなが持たなきゃいけないんじゃないかなと思いませんか、はい、ね、例えばね、これあの今コーチやってる桑田さんがね、こういろいろ中で話を一緒にやった時にしてたんだけど、もうこれ例えば、甲子園って最近日程を緩和させようと、はい、もうあんまりにも過密にでやらせるんじゃなくて1日2日は空き日を設けよう、ね、その空き日の日に女子の甲子園の全国大会を入れてあげようっていうふうにやっていくと、はい、すっごい夢のあることだよこれ。あの甲子園の土をね、はい、女子に踏ましてあげたいじゃない、はい、思わない、どんな感動をするね、はい、多分その女子は、はい、もし自分がもしよ、俺分かんないから、もし自分がお母さんという立場になった時に10人子供だ、10人野球やらせるよ、はい、ぐらいの感動があると思う、はい、これもオーバーでそんなねあれなことを言うとあれだけど、立たしてあげたいな、はい、と思うよ、あそこ立ってこいってね、そういうことを考えてやってほしいなと思うんです、立たしてあげたいな、ええぞ、はい、うん、いつも言うけど甲子園はええ、みんなが立ちたいんだからね、はい、男の子も 今だったら男の子もね、うん、これから女の子もっていうね、そういう時代が来てほしいね、はい。で決勝戦はね、はい、男女一緒にやればいいんです。11時から、はい、ね、あの女子の決勝戦をやって、はい、その後男子の練習、はい、だから11時からだから9時から、はい、女子の練習をやって11時からあの決勝戦やって、はい、1時、まあ、2時から、はい、2時も3時でもいいや、はい、あの男子の練習をやって、はい、6時から成田で決勝をやらせるという夢があっていいと思わない、はい、
甲子園の決勝で、あの綺麗な甲子園でナイターでやると、そりゃいいの。はい。それも決勝だから、まあ、今コロナ禍でダメだけども、はい、超満員で、ね、阪神の選手の気持ちになれるぞ。なんか涙が出そうですね。うん、そう、だからもう、しょうがないから、もうその、はい、あの1回か2回終わった時に効果なるでしょ、はい、甲子園であの、ね、効果鳴らせるんじゃなくて、やっぱり7回には六甲おろしかけようよ。突然プロ野球にそう六甲おろしかけて盛り上がろうよみたいなね、はい、いや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 、うん、とかね、はい、うん、女子の気持ちも組んでいただいて、うん、実現したいなと思ってます。他何かある？他に、うん、あ、待って、あ、私これから、女性がグラウンドにっていうところで、うん、あのチアリーダーに憧れる方がもっと増えたらいいなって、うん、選手と同じグラウンドに立ってるっていうのはもうすごい。初めてあのヴィーナスとしてデビューした時、うん、あのもう一生忘れないなって思いますし、ね、あとはあのホームラン人形を選手にお渡しするんですけれども、うんうん、選手がホームラン打ちました。ですごい歓声の中、ジャビット君の人形を持ってグラウンドに飛び出していくっていう経験ができたっていうのはものすごく自分の財産だなって思うので、うん、あのなかなか、ね、はい、プロ野球界への、うん、提言みたいな。プロ野球界か、プロ野球界は、うん、やっぱりプロ野球界に対してやっぱり将来って下部組織のあり方だと思いますね。まあ、3軍持てるところもあるし、3軍持てないところもあるね。だからそういう、でも下部組織をしっかりして、うん、例えばさっきの女子の話があるけども、それがあったらもっとプロ野球も女子の野球に対しても力を入れるだろうと思うし、だからそういう下部組織、女子を含めた下部組織ももっと充実させることもできると思うし、そうなってほしいなと思いますね。それを言うと皆さん怒られるかも分かりませんけども、一番大切なのは何って言われたら、リーグです。僕はリーグだと思います。 WBC も大切、オリンピックも大切、はい、でもプロ野球がリーグ、プロ野球のリーグが繁栄していかない限りは、衰退していったら WBC 勝ったってプロ野球なくなっていくんですよね。勢いなくなっていくんですよ。だからリーグ、これはメジャーリーグが一番分かってますよね。リーグ一番最優先、一番大事にしてますよ、ね、だからそこのリーグの大切、リーグを大切にするってことに対してはやっぱりよりそういう気持ちを持って、これから先もしかしたらチームが増えることになるかもしれない、増えてほしいと思うし、そうなってきたらリーグの再編があるかもわからない、うん、でもそのリーグを大切にしないような、例えば日本代表だけの試合をやって、定期戦を海外のチームと定期戦やってたら、上のその組織の方が潤うだけで、はい、底辺のところ潤わなくなったら絶対衰退していくので、僕はリーグ、どんなにやってもリーグを大切に、このリーグだけは、ね、お客さんを一人も減らさない、もっともっと子どもたちが見に来るような環境づくりをやってほしいなと思いますね、うん、いいリーグに、もっともっといいリーグ、はい、すごいいいリーグになったと思いますよ僕、はい、今は、ね、ボールパークにもなったし、はい、ね、もっともっと、でも下部組織を含めてね、いいリーグにしてもらいたいな。